ラ東森林鉄路はかつて台湾ギラン県ラー当のラ東駅とドバ駅を結んでいた森林鉄道路線。ドバを介して太平山森林鉄路と連絡し、太平山林場からの材木をラ東市街地へ輸送するとともに旅客輸送も行っていた。1924年に改良し、1979年に廃止された。森林鉄道としては、 太平山森林鉄路の一部、羅東線として扱われているが、旅客輸送も担っていた、この平地区間の路線を指して、一般的には羅東森林鉄路と呼ばれることが多い。鉄道が敷設されるより先に、太平山林場の旧太平山で木材生産が始まったが、地形による制約で、陸上輸送は困難で、落水系を利用して陰山までは水運だったが、非効率であり、 かつ、輸送過程で流出、損傷することも多かった。そこで、陸上輸送への転換が試みられた。台湾電気工業株式会社が、乱用水力発電所での1922年からの発電事業の認可要請したことも、追い風となり、台湾総督府は1921年に、営林所の出張書を議ンから、羅東への移転と木材の鉄道輸送を決定した。 太平山林場の土場を起点に、大チ鎮の竹林駅までの 36.69km で7つのトンネルと22の橋梁がある。土場転送艦台湾電気工業が出資し 19.36km を建設した。1921年完成。河川沿いだったことから橋梁が多いが、開業後も水害で何度も運休に見舞われた。転送駅に現存する転車台は、 この区間が、運休時に、羅東駅までの折り返し旅客輸送で活用された。転送いびつ後ひずみ館元台南政党所属の、運所路線14.52キロメートルを借用した、路線。ひずみごいびつ、竹林間、全長3.07キロメートル。1924年1月17日に完成。当時の羅東街で、町長を務めた。 陳純正はこの区間の鉄道不設に積極的で、陰山の貯木場を活用したり林業弁公室を羅東へ移転したことで、羅東外の数十年間繁栄の基礎を築いたとされている。竹林羅東幹線後に旅客輸送利便性工場のため1971年に台湾鉄路管理局羅東駅北側まで 0.6km 延伸された。 1924年1月27日に全線、開業した。当初は貨物輸送のみだったが、1926年5月18日より10駅を設置しての旅客輸送を開始した。1970年に、羅東駅北側に、林哲良あずま駅が開業し、1971年に中華号が運行され旅客輸送の質が向上したが、 1976年に、林場での生産量低下とともに、旅客輸送も、道路輸送に見劣りするようになり、1978年の水害での被害も、多大だったため、1979年8月1日に、営業を終了し56年の歴史を閉じた。駅所在地はすべてギラン県内。竹林駅舎、転送駅舎、竹林駅、大瀬駅、転送駅、 牛祉東釜駅と土場駅などは、駅舎や関連施設が現存している。竹林駅は、付近の羅東林場と統合し、羅東林業文化園区となり、賃来有数の観光地となった。転送と土場の間は、路盤基礎が多数現存し、トンネルや築堤、橋梁の姿を見ることができる。2004年5月14日、文化部文化資産局は、太平山森林鉄路の転送駅を、 県の指定歴史建築登録を広告。2012年7月23日8号トンネルも指定歴史建築に登録広告。2012年5月19日行政院農業委員会林務局らリ林区管理ところは議論県政府と共同でサムスン駅と転送駅間の復活運行計画を宣布した。2017年秋には転送駅の周回軌道工事が完了し、 ミニトロッコ列車も落成した。同年12月28日に試運転を開始。翌年春にプレ開業さらに9個までの約3 9トルで旅客運行が復活予定となっている。ありがとうございます。